はいどうも皆さんこんにちは。今回は満州経営についてお話ししていきます。満州というのは中国東北部のエリアのことです。日露戦争に勝利したことで日本は旅順、大連を含む両島半島の租借権と長春より南側の鉄道と付属利権を譲られました。ということで日本政府はこの満州を経営していくことになります。こうして日本は大陸に進出し世界との関係がさらに強まっていくのです。ということで今回の動画で日本がどのように満州経営を行ったかを確認していきましょう。日本海海戦での大勝利、これによって日本はロシアと講和を結びます。ポーツマス条約です。このポーツマス条約でロシアは日本に様々な権利を譲りました。中でも今回お話ししていく満州に注目してみると土地や鉄道がその対象でした。しかし日本はこのポーツマス条約で賠償金を得ることができていません。そうなると戦争で貧乏になった日本には鉄道を経営するだけのお金が残っていませんでした。ここに目をつけたのがアメリカです。当時のアメリカは世界の国々が中国分割に乗り出した時に出遅れており、お前たちだけいい思いをするな、アメリカも仲間に入れろ、門戸を開けと主張していました。そんな時に戦争に勝利した日本はお金がないという状況だったので賠償金を取れなかったのは残念だったね。お金がなくて困っているだろう、アメリカと一緒に鉄道を経営しないかと持ちかけたのです。お金がない日本にとっては嬉しい提案です。元老の井上馨や財界の大物渋沢栄一は大喜びし、当時の総理大臣だった桂太郎は共同経営を認めました。こうして桂太郎はアメリカの鉄道王エドワード・ハリマンとの間に桂・ハリマン覚書を作成、日本とアメリカで鉄道を経営しようという方向性を決めました。しかしこれに大反対した人物がいました。小村寿太郎です。ポーツマス条約をまとめた小村寿太郎が日本に帰ってきて覚書のことを知らされると、満州経営をアメリカに頼ってはいけない、もしも頼れば満州はアメリカの手に落ちる、早速これを叩き潰すと主張したのです。こんなこともあろうかと小村寿太郎はアメリカから帰国する前に鉄道経営のための資金調達もしていました。こうして小村寿太郎の反対により桂・ハリマン覚書は破棄されました。さて日本に帰ってきたからといって小村寿太郎に休んでいる暇はありません。なぜならポーツマス条約でロシアは満州の権益を譲ることに同意したものの、清が譲ってもいいと言うならという条件がついていたからです。ということで日本は清との話をつけるため小村寿太郎を北京に派遣し交渉を行っていきます。もちろん清はなかなか認めませんでしたが、最終的には仕方なく認めました。それどころか日本は鉄道沿線に守備隊を置く権利、日本軍が軍用鉄道として敷設した安東から奉天の間の鉄道の経営権、南満州支線の経営に日清の国民以外を関与させないという3点も清に認めさせることに成功しています。こうなると日本は満州に鉄道会社を作らなければなりません。その創設を任されたのが日露戦争を主導した児玉源太郎でした。この時の児玉源太郎といえば台湾総督でもあります。つまり児玉源太郎は後藤新平に台湾の植民地経営を任せて日露戦争を指導していたのです。そのような状態だったので、この時の日本で一番植民地経営に詳しいのは台湾統治の経験がある後藤新平です。児玉源太郎もそのことを理解していました。ということで新しく満州に作る鉄道会社の総裁候補に後藤新平の名前が上がってきます。最初は就任を拒否し続けた後藤新平でしたが、このタイミングで児玉源太郎が死去、後藤新平はこれを受けて児玉源太郎最後の願いである鉄道会社の総裁職を引き受けました。こうして創設されたのが南満州鉄道株式会社です。半分は政府、半分は民間の資本で設立されたこの南満州鉄道株式会社は長春・旅順間の鉄道を幹線としてその支線を経営しました。それだけではありません。その事業は鉄道会社の枠を超えて広がっていき、線路の両側と主要駅の市街地の整備を担当するどころか、鉱山や製鉄所などの経営も行っていました。最終的にはホテルや学校、病院の経営、電力や下水道などのインフラ整備まで行っており、ただの鉄道会社ではなく満州における日本の植民地経営で重要な役割を果たした会社となります。こうして日本はかつて三国干渉でロシアに奪われた両島半島を取り返すことに成功し、両島半島の租借地を関東州と呼ぶようになります。
この関東州を統治するために日本が設置した機関が関東都督府です。政治部門とともに軍隊が常駐し、その一部は満州鉄道の警備に当たりました。ちなみに少し先の話になりますが、この関東都督府は政治部門と軍事部門に分かれ、政治部門が関東庁、軍事部門が関東軍と呼ばれるようになります。特に関東軍は後々重要になってきますので覚えておいてください。さて、状況を整理しましょう。日本とロシアが戦争となり、日本が勝利しました。この時アメリカは中国に進出したいと考えていたので、日本に鉄道の共同経営を持ちかけます。しかし日本はこれを拒否して単独で経営を始めます。この状況に不満を持つのはどの国かというとアメリカです。日本を助けてあげたのに見返りを出さなかった、そう感じるでしょう。こうして日露戦争後には日本とアメリカとの対立が芽生え始めました。では関係が悪化したアメリカに対抗するために日本はどの国と協力すればいいか、そう考えた時に自然と名前が上がってくるのがロシアでした。ロシアは日露戦争後、東アジアでの南下政策を諦めて西アジア、バルカン半島方面に矛先を向けており、日本とは協調的になっていました。さらにロシアとしてもアメリカの中国進出は防ぎたいと思っていたので利害が一致したのです。こうしてこの前まで戦争をしていた日本とロシアは互いに歩み寄り始め、協調路線を取っていきます。ということで日本とロシアは日本の南満州とロシアの北満州の勢力範囲を確認。アメリカも負けてはいられません。満州の鉄道を真に返そう、そして列国共同で管理しようと提案しました。もちろん日本とロシアはこれに反対です。この反対により結局アメリカの提案は実現しませんでした。これに呼応するように日本とロシアは満州は現状維持で行こう、鉄道権益を確保しようと確かめ合い、さらに協力を強めていきます。こうなるとアメリカは次第に日英同盟が気になり始めます。なぜなら万が一日本とアメリカが戦争になった時にイギリスは日本側につく可能性があったからです。これはアメリカにとって良くありません。ということでアメリカの意向を受けて日本とイギリスが妥協、日英同盟を改定し、日英同盟の効力の対象からアメリカを外すという内容に改めました。その後も日本とロシアは協調を進め、中国情勢の変化に対応して内蒙古の勢力範囲を確認したり、第三国の中国支配阻止を確認したりしています。こうして東アジアにおける情勢は日米の対立と日露の協調という状況で次第に新しいステップへと進んでいくのです。さて、いかがだったでしょうか。前回は日露戦争後の韓国の様子、今回は日露戦争後の満州の様子を見てきました。しかし日露戦争後の日本の様子を見ていませんので、次は日本の様子を見ていきましょう。ということで次の動画では敬遠時代についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。